今日はねあの、学ぶって何だろうってことと大学の存在意義みたいなのを確かにちょっと改めて考えてみたいなと思ってます。でなんかちょっと今日ねニュースの選択で1個送ってきていただいたやつの中に1個紹介していただいていいですか。えー、国公立大の私物化申告にって言ってね京大の駒込さんという教授がまあその。 大学の,その在り方みたいなものをまあ論じられているんですけども、まあ、ちょっと記事長いんで僕がざっくり要約するともともと大学特にその国公立大学っていうのは、まあ、そのすごくねその自主運営というか自治運営みたいなものを重んじられていて何かっていうとすごく分かりやすく言うと学問っていうのはいかなるものからもまあ圧力を受け ではならない圧力が受けないように学問というものは独立してその運営できるようになるべきだという思想があるらしいんだよね。何でかっていうと政治的な、えー、と圧力とかそれから経済界からのいろんな圧力がかかるとその政治や経済の何かこうあるそのなんていうんだうな権力に なんか沿った教育がされてしまう場合もあるしそればっかり研究されてしまう可能性があるとそうじゃなくて常にその時代の流れ政治的な流れや経済的な流れから一歩距離を置いて、まあ、常に世の中を俯瞰するっていうかそしてこういろんなものをこう科学的にえ捉えていこうとする、まあ、自立した存在でなければいけないだろうと学問機関はっていう考え方があって、まあ、国公立大学っていうのは 一つその学問をするための公共財だっていうふうに考え方があってまあそれパブリックだから公,公の価値のあるものでなければいけないその公っていうのもその時代の政治とかその時代の経済を公と捉えるんじゃなくてもっと長い目で経済や政治が変わっていく中で常にこう国が一つのこう文化的な価値として科学するってことを保障するもしくはそれをた時代の状況にかかわらず のそういうことを突き詰めれるような場所を保とうということでできたのが国公立大学であると。というころがそれが、えっと、完全な国や自治体の運営から、えっと、国立大学法人とかなん、うん、公立大学法人っていって法人化されて元国公立大学っていう状態になったわけですね。今はだから正確に言うと国立ではなくて元国立。 国公立大学ってのはできるだけ学費も安いから、まあ、比較的偏差値は高くなるんだけどどこもさらにそのなんかその政治や経済にこうよらどうにもよらないというか中立な立場で運営しようとでそのためには大学運営もすごく中立でなければいけないし多くの人の意見を反映させた状態で学長を選んだりとかそのいわゆる誰か一人の強い学リーダーによって 大学の色がついいいててししまわなななよようにしようというふうににとってたそうなんですよ国公立っていや何とか大学はこういうカラーだよねって大国立大学や公立大学の中でもあるんだけどでも比較的均質なわけ、うん、それはまあどこを選んでもまあそのあんまりその理念が偏らないようにっていうふうに考えられてるらしいんだけどその大学法人化法人化されてからは誰を学長に選ぶかっていう選び方が法律で縛れなくなったそうなんですよ。 国立公立だった時は法律があってこういうふうに学長を選びなさいってあったらしいんだけど法人化したってことは法人のものじゃん。だから独自に学長の選び方とかその大学の経営メンバーの選び方っていうのを独自にやるとかが出てきてよし悪しがあると。つまりどこも足並み揃えていた国公立大学だけどうちはこういうふうにやるぞとか特色を出すことも可能になったんだけど一方でその時の 大学の権力者によってすごく色がついてしまったりすごくその民間企業からお金をたくさんもらっている人がその学長とか大学の理事とかになるとそこにちょっとこう大学のそのなんか重きを置くところがずれていくんじゃないかとでもっと大学っていうのは特に高校大学っていうのはどこにもそのまあ偏らないまあ公のものであるんじゃないかみたいな話をしていてそれがえっと学問の自由を守ることにもなると。 いいうようよな話がニュースに書かれているとで最後にその学問の自由っていうのが出てくるわけですね。でその学問の自由っていうのは何なのかっていう話なんだけどちょうど先日その高校生たちと大学の,あのワークショップをやってやっぱ聞かれたのがどこのな何を学ぶのが役に立つのかえ学校の先生にも何かその。 えー、将来何をしたいかってことを考えてちゃんと学部を選びなさいって言われるっていうんですけどそれって一見まともなことを言っているようで僕はあんまりその <laughs> 大学の存在意義や学問の価値から考えると あの就職のために学問はするものじゃないと思っているから将来何をしたいかで学部を選ぶっていうのはちょっとおかしいなと思っているんですよね。そもそもまあだからその学問の価値っていうのはもう一回立ち止まってみんな注目される時が来たと思うんだけど。 まあ学問って何なんだろうかっていうようなことをあの <laughs> 捉えたいなと。なんでえっと大学が一部の権力者によって、えー、運営されるっていうことと自由とっていうのが関係あるのかっていうことなんですけどあの自由っていう言葉はなんかまあそのね えっと、好き放題自分の好きなように選べるとか行動できるっていうような、えー、言葉の意味も捉えられがちだけどやっぱその学問のことを考える時に自由っていうことの意味っていうのはやっぱそのどんな、えー、疑問を持ったって構わないっていうか。 どんなことに対してどんな自分なりのこれ違うんじゃないかおかしいんじゃないかこれもっとこういうふうに考えてみたいんだけどっていうようなことの問いかけを持っていいんじゃないかってことがまああのが学問における自由ととしてはすすごい大事だと思うんですよ一般的に世の中ってあんまり今流行ってないものっていうかお金が集まらないものってやりにくいじゃないですか。 市場のいわゆる世の中のその資本主義における市場っていうのは人気があるみんなが欲しいものみんなが注目しているところにお金が集まるからそこは盛り上がりやすいとお金が集まることばっかりが本当に必要なことですかってそれが学問の世界にもあるんだと思うんですよねうんお金が集まる人気の部分だけじゃないものもこれは必要だこれは気になるこれは突き詰めなきゃいけないってなったものはみんながどん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  深められるよううにしましまょうとだから、まあ、この公共財であると考えられている国公立大学がそのあまりに一部の,その研究者教授とか力がある教授だけに色付けされてるのはいけないんではないかその話から紐解いていくと。 つまりその学問をするって何かっていうと今の世の中的に受けるかどうかとか人気があるかとかどうはあまり関係なく自分が何に興味があるかってことを自由にやっていいってことじゃないですか多くの高校生にいやいや世の中がどうこうじゃなくて君は何か気になっていることはないのかいとか君は何かにこう興味を持ったりしてないのかいっていうふうに聞かれていたかっていうとあんまりそうじゃないよなと思ってそういう何かその関心を持つ自由っていうか。 周りが何が流行ってて何やっていようと自分はこれに関心があるんだっていうなんかこう人とは違うものにあの堂々と自信を持って突き進んでいくみたいなものがどんぐらい世の中にあるんだろうかみたいなことを最近ちょっと考えていたんですよね,ねだからこれ,どうなこれやったらどうなるんだろうっていう疑問だったりとかそうこうしたらこうなるのかなっていう、まあ、仮説まあ,あの 研究の世界ではクエスチョンリサーチクエスチョンっていうんですけど、まあ、クエスチョンを持つっていうのがあの学問なんですよお。だからそうですねだから今日僕が言いたかったことはもう結論出ちゃいましたね。だからクエスチョンの自由なんですよね学問っていうのは。クエスチョンの自僕らはだから常に生きていく中で一つ大事な自由があると思ってて自由にクエスチョンを持てる。が ななかなかお前、なんでそんなことに興味があるのとかお前、なんでいつまでもそんなこと疑問視してるのみたいなそんなこと言ってても前進まないじゃんって言ってくる人もいるし当然、企業に勤めていたりとかえっと会社から給料をもらってたらずっとクエスチョンすることは許されない場合もあるじゃないですかね上司とか社長にいやーちょっとまだね疑問がちょっと疑問が残るんですよみたいなう納得できないなみたいな。 うーんいやいや分かるんですよ言うことは分かるけどこれもしかしたらこのパターンもありませんとかあの時お客さんは買うって言ったけどあれは本当の買うだったのかなとかこうクエスチョンばっかりではやってられなくて、まあ、会社が期待してる組織の期待してるアンサーを出し続けないといけないわけじゃないですかでも、えーまあ、社会がガラガラゴロゴロ変わるわけだからあのもう絶対ヒットするってやり続けたことが急にコロッと変わったり。 すするわけですねその時のために一定数の人は常に時代の流行りとは関係なく気になるクエスチョンをやり続けるでしかもそのクエスチョンっていうのはその代表例が哲学だったりとかするわけですね人はなぜ生きているのかとかですねなぜ学ぶのかとか。 なぜ自由を求めるのかっていう今でもおそらく完璧な答えは出てないであろうことっていうのがずっと大事だって言われていてどんなにそんなものは仕事にはすぐ役立たないって言われても大学で哲学を学ぶコースっていうのはなかなかなくならないわけですよ哲学なんかしてどうするんだと仕事を給料払ってんだからいつまでもクエスチョンしてんなよってなると思うんだけどでも一定数の人はずっとクエスチョンしといてもらいたいわけそれは社会がどうなっていっても 疑問をする疑いを持つそしてそれを深めようとするっていう視点っていうか力が必要だからでしょうねまあ人には問いを持つ疑問に思ったことを深め続ける自由があるんだよっていうことだそうなんです皆さんだから本当はねやっぱりねその本当に僕が大切だと思うのはやっぱ答えをたくさん集めることよりもや、まあ、っぱ疑問を深めるっていうかクエスチョンを自分で持ち クエスチョンをずっとこう大事にするっていうことの方が僕は大切だと思っているしまあそれをあの、まあ、学問と呼んでいるわけですねただ仕事できる人増やしたいわけじゃんそうすとね高学歴化していくのは悪いことじゃないかもしれないけど高学歴化してってもうその中でそのクエスチョンするやつばっかだったら <laughs> 企業困るって <laughs> なるじゃんだからそこであのクエスチョンする 賢いやつじゃなくて、仕事する賢いやつも増やそうってなって、それでまあその専門学校を作ったりとか、あとその特に有名なのは、偏差値高い大学にも行ける学力があるぐらいのやつなんだけど、クエスチョンしに行くんじゃなくて、その仕事に使えそうな能力を身につける人を集めるってことでできたのが、高等専門が専門学校なけ。学問、大学みたいにそのクエスチョンを深めていくんではなく、これが、 必要な技術だって言って、まさにその時代に使え、使える、求められている技術者を養成するっていう場所だったんですよね。機械とか電気とか情報系とか建築、土木系のコースが多いと。うん。だからそれは目的が違うんですよ。うん、クエスチョンする人と使える技能を身につける人ってのは同じぐらい偏差値高くても目指すところが違ったっていう。で大学の中にも当然、ザ・学問をやる大学もあれば、 どっちかっていうと専門学校に近いっていうか就職するときに使えそうなものを身につけることを目的にした大学もいっぱい出てきたんだけどまあ国公立大学の多くはまあ歴史的にはまあそのクエスチョンする方だったりするのでうちの大学はこうだって言い切っちゃうとそれすらもはやクエスチョンの余地がなくなるっていうかうんっていうことなんですよ皆さん。でも今のだから皆さんがいろんなこう日常生活の中で学びのコンテンツに触れてると思うんですけど。 どうですか皆さんね結構安易にアンサー答えを教えてくれるようなコンテンツばっか見ちゃってないかなと思っていや僕だってそういうの見たくなるよ、うん、やっぱアンサーは楽じゃないですか答え言ってくれてるとだけどそれはまあそのやっぱり、えー、答えっていうのはずっとは通用しないちなみに皆さん科学っていうのはどこからやってきたかって科学ってあの化学の方じゃなくてなんとか科目って書く方の科学ね科学の出発点ってすごい面白いと思ってて科学が 科学っていう考え方が現れる前は何だったかっていうとそれはあの世の中の物事っていうのは神が決めるものだっていうふうに多くの人は考えてたんだってだから学問の前は神の方が力だったらしいんですよな例えば何で雨が降るのか、うん、科学がなかった時代は神様が <laughs> 機嫌をにって考えたわけだからなんかその村の中でその流行り病みたいなものが広がるとたたりだとか,なんか不吉なことが起きてるってそれを非科学的っていうわけじゃん。 そういういうになんでなんだろうっていうのを神様のせいにしないと。うん、神様のせいにせずに何かちゃんとした理由が説明できる理由があったんじゃないかってことを明らかにしようっていうのがまあ科学でありそれをやり続けようとするそれを大事にするのが学問なんだけどそれを保証するってすごい大事じゃんじゃあ世の中の全てが科学で明らかになったかっていうと明らかになってないこともあるしそこの部分に関してはまだまだ僕たちはああ神よって思うわけだよね。 もともと出発点は神の方が先だったんだもん。何でもかんでも全部神様のせいにしてて、いや、何でもかんでも神様のせいじゃないでしょってって、結構科学で一部分が明らかになってきたんだけど、当然わからないことも、科学で分かりきってないこともたくさんある。だから、大学って終わらないわけですよね。多分、その、すべてが分かったら、きっと大学は終了して、多分、きっとその全部専門学校になるっていうか、全部高校まで教えればいいわけじゃん。結果出ました、みたいな。 世界の全てがはっきりしましまた結論はこちらです全部配りますってなったら学問をする大学は不要で高校とか高校の上の高等専門学校があってそこで全部教わればいいんだけどつまりその説明からいくと、まあ、早く就職したければあんま必要ないっていうかその日本の社会が明治以降どん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 こう家柄とかの身分制度っていうのをなくしていったわけですよ家柄とかの身分制度でその出世とか仕事を決めるのはおかしいでももも家柄とか何もか何もなくしたらじゃあその どういうい理由でその企業とかか役役所の重役を選ぶかって話になるわけ昔は企業の役所とか企業の重役ってのは家柄だったわけほとんどほとんど家柄で昔の貴族とか武士の出身の人から選ばれていったんだけどおかしいとそんなんで選ぶのはおかしいじゃあ何で選ぶかっていうとそのまあより高度なまだ分かってないことに疑問を持ちクエスチョンしようとするその学問っていうのをした人が、まあ、よりなんかその教養人。 ななのではいいかという,ふうに考えられてその人たちがそういうまあ高級官僚役人だったりとか、まあ、企業の幹部候補生っていうふうに選ばれていったそうなんですよねみんなあじゃあいい就職するためには大学に行かなきゃってなって、まあ、本来学問をする場所であるはずの大学になぜかこう就職に有利だという背景があるそうなんです、はい、だからまあそうですね今日はしゃべっててよかったそうなんですよやっぱクエスチョンですよ大事なのだから僕も あのなんかどっちかっていうとだから僕も答えを増やしたいっていうよりは、まあ、いつまでも疑問 <laughs> いつまでも疑問を持ってる人ずっとクエスチョンでいるみたいなみんなはアンサーを頑張って出すんだけど答えはこうですってなっていやもうずっと、うん、もっとこれ気になるなっていう,そう疑問なんですよね。 まあただそれはあんなこと言っててもね、まあ、僕は運よくそれで仕事ができてるけど疑問を持つってことだけじゃ仕事にならないことが多いからだからまあそのクエスチョンに生きるってことすればいいと思うんだけど、まあ、ただ僕がちょっと今日一つお勧めしたいのは皆さん YouTube とかでいろんなチャンネル見たりとか本読んだりすると思うんだけど、まあ、せっかくその仕事以外の時間で何かさらにこう教養を深めようってされてるんであればそう僕らは疑問を持つ自由があって。 そうすぐに役立たなないいかもしれないし、れ今流行ってないかもしれないし使えないかもしれないけどそれでもそのまだ明らかになってないことは何でなんだろうって立ち止まって考え続ける自由があるわけですけどそれはすごい尊いことだと考えられていてそれを突き詰めていくことが、まあ、世の中としては一つ価値があるとされているし僕もそういうその分かりきってないことどうしても分からないことを探求するっていう姿勢こそ。 他のいろんなところでも使えるか力だと思うんですよね。例えばフェイクニュースが流行ったり、あとなんとなくこう、総論でそういうもんだよねって雰囲気になったり、会社の中でも、本当はそうじゃないのにそういう空気ができたり、デマが流れたり、ね、安易になんか物事が決まりかけた時にちょっと待ってくれと。それは本当にそうなのかと。ね、疑問を投げかけると。YouTube で動画見るにしても、本買うにしても、自分のような疑問を持ててるかどうか安易に結論を出さないようにするっていうのが、まあ学問の力だし、 大切ななな教養なのかっってていいことを思っているわけでございます皆さんも多分今大人になってからももう一回その学びを深めたいと大人になってからも学び直したいって気持ちにある人いると思うんですけどそういう人がいた,いたらですねまあ僕からこういうこと言うのは偉そうで申し訳ないんですけど一応僕大学の先生でもあるのでやっぱ一つお伝えしたいのは学び直すということは何かっていうとやっぱ,そのやっぱ大人になってなお疑問を持てるってことだと思うんですよ。やっぱ皆さんその自分の 好きな友達頼りにしている先輩あと好きな考え方尊敬するなんか有識者とか文化人とか出てきてだんだん自分では疑問を持たずに自分では考えずにこの人だったらこう言うからこの人はこういうふうに考えてるからっていうふうにこう思考を誰かに頼りがちだと思うんですよね。それは悪いことではないと思うんだけど大人になってからもう一回学び直すっていうのは本当にそうだったのかってこともう一回疑問を持つってことだと思うんです。 もっと調べてみようじゃあ自分で他に情報を仕入れてみようっていうふうな問いを深めてくれるようなコンテンツにたくさん触れるのがいいのではないかと思います。